スポーツ指導の場面においてはもうこの時点で一切手を挙げることはもう絶対に禁止、もう実態解明も何もなくですね、教員のその指導上のなんていうんですか、ね、必要性とかそういう意見を聞くこともなく、もうこれは禁止だということを明確に言う。でただ教育現場の方は今まで教育委員会は禁止禁止ってずっと言ってるわけですよ。で言ってるのに全然なくならないのはやり方が違うんじゃないですかと、手を挙げること以外の何か策も何も与えずにですね、手を挙げるな手を挙げるな禁止だ禁止だと言っても絶対にこれは体罰事案なんていうのはなかなか消えないというふうに思っておりまして、まあ、2つ分けてしっかりこの問題に取り組みましょうというふうに言ったまでですから、スポーツの場合は禁止でそれ以外認めるというふうに言ったわけではありません。桜宮高校のねこれまでの積み重ねや伝統で、しかも、そういうことをね多くの保護者は容認していると思います。またそういうことを求めてきたと思います。これを今回、まあ、大阪市においてですね、クラブ活動、学校のクラブ活動のあり方を大きく変えるというんであれば、保護者の意識も変わってもらわなきゃいけない、生徒の意識も変わってもらわなきゃいけない。このまま入試をやってしまうとですね、今までと同じような意識のまんまで、桜宮高校に生徒が入ってきてしまいますから、やっぱり過去のその連続性を断ち切るためにもですね、一回はこれは体育館入試を止めると、入試はまず止める、桜宮高校の体育館は一旦断ち切る、まずは断ち切る。そして保護者や生徒や教員、校長、それから大阪市内の保護者の皆さんにもう一回このクラブ活動のあり方を全員で考えてもらう。そのためには入試を断ち切る、入試というものをやめる。その代わりですね、混乱を最小限に止めるためにね、普通科への振り替えということで、ギリギリのところその混乱を食い止めていきたいと